曲 18K についてお聞きしたいんですけれども、はい、この楽曲の制作で印象に残っていることを教えてくださいまあそうですね若干なんて言うんだろうやっぱ出してから反,反響っていうかちょっとはあ,あって出す前は正直なんて言うんだろうな 目向きにされれんっって言い方ちょっとあれですけどそんなになんて言うんだろう今ほど全然ちやほやされてなかった今も全然ですけどそんなんですけどなんて言うんだろう、うん、まあ悔しいことが多かったんですよねその時いろいろんて言っていいんだろうな、まあ、まあまあ悔しいことが多くてそういう状況の中でなんて言うんだろうな 俺やってできるっていう気持ちで書いてた曲です。地元の仲間たたちかからはどんなリアクションありましたかいつも聴かしてもすげえみたいな感覚なんでいつも全曲そんなやったっすねそんなっていうかまあまあすごかっこいいみたいな感じでやったんですけど <laughs> でも僕がかっこいいと,ずっと思ってました。その この曲やばいなっていうのは。